ハートアタックグリルはアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスのハンバーガーレストラン。超高カロリーメニュー、セクシャルなウェイトレス風制服、過激な店名で話題となった。病院風を売りにしたレストランであり、店内でウェイトレスはナース、注文書は処方箋、顧客は患者と呼ばれる。顧客は注文前に病院風のガンを着せられ、車椅子に乗せられて、 ナースに運ばれる。メニューはシングル、ダブル、トリプル、クアドラプルバイパスハンバーガーと呼ばれる。体重1 6 0ラム以上の患者にはハンバーガーが無料で提供される。ネオのポリスにある店舗ハートアタックグリルは2005年、ジョン・バッソによりアリゾナ州のチャンドラーに作られ、その売り文句は栄養的なポルノ、衝撃的に不健康。 このコンセプトはフィットネスクラブのダイエットメニューを受けている客がこっそりと指導を破っているというエピソードから思いついたものだった。この店の売りの一つはトリプルバイパスバーガー、クアドラプルバイパスバーガーといったビッグサイズのメニューと看護婦が客を車椅子で運ぶという演出である。2011年5月第2店舗がテキサス州のダラスに作られた。 同月31日、アリゾナ店が閉店。2011年6月、アリゾナ店も閉店。ただし、当時のウェブページに、6月15日に、リニューアルオープンする旨が公表されている。2011年10月12日、ラスベガスの複合商業施設ネオのポリスに、ラスベガス店がオープン。ただしこの時点で、店舗はこの一つのみ。2012年2月11日、 トリプルバイパスバーガーを食べた客が本当に心臓発作を起こしオーナーのジョン・バッソの緊急通報で病院に運ばれる事態になっている。同年4月21日にも飲酒、喫煙しながらダブルバイパスバーガーを食べていた女性が意識不明となっている。2013年2月、ラスベガス店前のバス停で待っていた52歳の 常連客が心臓発作とみられる理由で死亡している。注文例、ダブルバイパスバーガーとフラットライナーフライ、メキシココーラハートアタックグリルには2分の1ポンドのパティの枚数から名付けられた4種のハンバーガー、シングルバイパスバーガー、ダブルバイパスバーガー、トリプルバイパスバーガー、クアドラプルバイパスバーガーがある。オプションでパティ1枚につき、高級ベーコン5枚、 アメリカンチーズ、赤玉ねぎ、スライストマト、特製ソースを入れることができる。クワドラプルバイパスバーガーを、パティ4枚、ベーコン20枚、アメリカンチーズ8枚、トマト1個、玉ねぎ半個、ラードを塗られたバンズの組み合わせで食べると、9982キロカロリーとなる。サイドメニューの一つは、フライドポテトのフラットライナーフライで、揚げ油に純粋なラードを使っている。 このメニューにオプションで乳脂肪を混ぜることも可能であり、バニラ、チョコレート、ストロベリーの香りをつけられる。また、シガレットキャンディを含めた各種キャンディも取り揃えられている。ドリンクとして大量の砂糖を含んだソーダ、ミネラルウォーター、ビールなどがある。ハートアタックグリルの過激なスタイルは恋に論争を巻き起こして話題性を高めるという営業戦略によるものである。 特に、ナース姿のセクシャルな制服が批判を浴びた。クワドラプルバイパスバーガーは、イギリスのタブロイドカミザさんに、世界最悪のジャンクフードとして紹介されたことがある。ハートアタックグリルは、アメリカの専門チャンネルトラベルチャンネルの番組、エクストリームピックウッズ、およびヒストリーチャンネルの番組、オールユーキャンイートで紹介されたことがある。また、CBS の番組、 MEL2 代法でも取り上げられた。ありがとうございます。